チャールズ・ベル・チャールズ・ベルは、スコットランドの解剖学者、神経学者である、エディンバラで生まれた。父親は、スコットランド聖公会の牧師で、兄に医師となったジョン・ベル、法学者となったジョージ・ジョセフ・ベルがいる。父親は1779年に没死した。エディンバラ大学で学び、兄のジョン・ベルの解剖学の助手として、医学を学び、1798年に、医学の学位を得た。 その後、エディンバラ王立医学校で解剖学の研究、教育を行い、1802年から兄と共著で The Anatomy of the Human Body を出版した。エディンバラでは医師たちの死と反感を買うことになり、1804年にロンドンに移った。ロンドンでは1812年から1825年まで、ウィリアム・ハンターが設立した。 ウィンドミルストリートの解剖学学校で働いた。1824年にエディンバラ王立医学校の最初の解剖学の教授に任じられた。1829年にウィンドミルストリートの解剖学学校がキングスカレッジロンドンに統合されるとキングスカレッジロンドンの教授となった。1836年に エディンバラに戻ることを望み、エディンバラ大学の外科の教授となった。神経解剖生理学者で、近代神経学の基礎を築いた。脳の感覚神経と運動神経とが別であるという仮説を立てた。この仮説は1822年に、フランソワ・マジャンディによっても確認され、脊髄神経の前根は運動性で、合根は感覚性であるとする法則は、ベルマジャンディの法則として知られる。 顔面神経の麻痺による障害、ベル麻痺にベルの名が付けられている。1829年に王立協会のロイヤルメダルを受賞した。ありがとうございます。